コエトス監督がチームに合流してからの11ゲーム、1勝2分け8敗というスコアになってまして、前半は清水ボールからスタートします。右から左に攻める白の上下が清水エスパルス、現在13位、左から右に攻める青のユニフォームがホームの徳島ヴォルティス、現在15位。かなり日が長く伸びていますが、ヘディングそらす、まだクリア不十分、バウドが先に触ってシアゴサンタラ収める、シュートを原、あっという間の先制点、2試合連続ゴール原テルキ、1対0、清水が先制しています。気持ちよくボレーで合わせていきました原テルキ、1試合連続、うまく中央でね、混戦を作りながらボールがこぼれたところ、難しいシュートではありますけどね、それに抑えたいシュートです。今を残す、清水の方は1点先制してから非常にこうリアクションの時間が長いですからね。中のスペースで渡井が要求しています、その渡井へ前がいた、シュート突き刺しました、渡井背番号10、1対1、前半14分徳島追いついています。開始直後の失点を帳消しにしたような1対1のゴール。渡井に今手を挙げてますけどね、完全にフリーになりましたよね、はい、ここでゴールを一瞬見た後、ワンタッチ、ファーストタッチも決まりましたからね、まあ、素晴らしいシュートですね。キーパーは日本代表の権田でしたが、ここは反応しきれず、まあ、少しファーストタッチがね、後ろからものすごい勢いで原が入ってきました。原のクロスか、シュートか、これはどうだ、最後決まりましたか、ところですよね、この思い切りの良さというのもね、原の特徴ですよね。最後パンチングしたボールが、これまたしてもオンゴールですかね、うん、そうですね、オンゴールですね、まあ、でもオンゴールにはなりましたけど、清水の攻撃がここまで追い込んだということです。徳島ここからの攻撃早くしたいですね。鈴木徳島に入る、縦に入って渡井から宮代抜けてきた、シュート、ここはさすがというところ、権田のセーブでした。セーブの際に少し権田右の膝のあたり痛めたでしょうか、素晴らしい抜け出し宮代、うん、まあ、ギリギリではありましたけどね、清水の方はこのままある程度キープをしながら前半を締めたいですね。効果的に得点を挙げました清水、前半45分は粘り勝ちとなりました。リードをしているのは清水です、ただ対応を迫られているのも清水かもしれません。ある程度徳島なんかはサイドまでボールを持っていけば、柿田めがけてね、どんどん入れていくような形というのもね、作っても面白いと思うんですよね。はい、本当にイブスキ受けて一人で打開してシュート、枠を捉えていました。細かいパス交換から中で小西受けてシュート、フェイクからもう一発、仕留めた、左足です。徳島県出身小西雄大、今シーズン初ゴール、2対2、土壇場で徳島追いついています。ワンタッチのワンツーですね、素晴らしい。最後は思い切りよく突き刺しまして、ちょっとディフェンスの足にもかかったのか、権田は逆に反応してしまいました、はい、これだけね、前がフリーで打たれてしまうとキープはなかなかコース読みづらいところはあるでしょうね。はい、コエトス監督も身振り手振りで前へ前へという今指示を出していますが、一度下げたところで今笛が吹かれました。共に死力を尽くしました、壮絶な引き分け。